年八田優勝して、はい、なんか、お祝いしてもらったこととか、なんか買ったとかありました？特に今のところはないですかね。今のところないですか、はい、来週武蔵さんの方で祝勝会やってもらえるみたいなんですけど、もう1ヶ月以上、はい、もうみんなバタバタしてるし、自分もなんだかんだいろいろテストとかも入ってたし、まあそんな、はい、浮かれてらんないんで、まあそんな中今年も串谷のつなぎは、はい、雨の中でも、はい、ドライでも着心地はどうでしたか？もうそれは全然毎年どんどん進化もしてると思うし、自分たちにとってはすごいありがたいと思います、はい、あとレプソルつなぎを着て、はい、MotoGP マシンで、はい、デモランしますけど、はい、まあ、レプソルつなぎを着るとやっぱり気も締まるって感じですか？そうです、まあデモランなんで、でもああいうつなぎを着れることはすごいありがたいなって思います。どうしても期待しちゃうのがワイルドカードで日本グランプリ出るっていう。そうですね、まあ、やっぱり出たいですけど、それはもう本田さんがどう考えてるかって感じですかね、はい、まあ辰巳選手としてはその出ても出ろって言われているような走りをしていきたいって感じですね。そうですね、やっぱりテストさせてもらってるんで、そこでうまくチャンスをつかめるようにタイムとか出したりしたいんですけど、まだまだちょっとやっぱレベルが違うんで、はい、もうレースまでにあんまテストないんですけど、なんとかチャンスをもらえるように頑張ろうと思います。